マミー。特別なゲストということで、ありがとうございます。マミープロに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、オッケー。あー、しょうがないかな。怖い。これいいキックするんじゃない？いけ。おー、ナイスキック。ナイスキック。完璧。やばい。完璧です。これは完璧。よかった。これは完璧。ちょっと待って、あんな打てないよ。ダメだね。いやー、なかなか真ん中狙えない。完璧すぎたね。うん、完璧だったルビーのは。完璧だよ。本当完璧。よかった。本当に。危ない危ない。試合中もそんな。明日がやばい。え、全然しません。言うよね。今のはやばいとか言って。言うよね。私は結構声かけちゃいます。そう、ルビーすごい声かけてくれる。ナイスとか。ああ、はいはいはい、はい。もちろんバイトの時ナイスバーディーとか、いいショットしたナイスショットとかめっちゃ言います。うん。でもなんか無観客で余計言うようになりました。なんか寂しくて自分も言ってほしいし、確かに寂しいよね。寂しいよね。すごい寂しい。なんか何も言わないとかだと静かじゃないですか。でもなんかやっぱり盛り上げていかないとみんなで。うん、ラグボール。おお、ナイスショット。おお、ナイスキック。ナイスです。ナイスです。はいはい。なんか打ってても何が何だか分かんなくなっちゃう時って俺らあるんだけど、プロはないか。何が何だか分かんないっていう感じよりは、もう左に行くイメージしかないとかっていう時はあります。うん、確かに。朝の練習でやっぱ何とかしないと。そうだね。朝の練習でいつも通りの感じで打って、あ、今日は引っかかっちゃうなとか思ったら、まあ多分逆をやればいいだけど。ああ、なるほどね。でも私あんま変えないかも。そうね、私結構変えちゃうかも。マミはかなり研究。私変えちゃうかも。なんか心配性すぎて怖いんですよ。いろいろと。じゃあコース中、はい、試合中もなんかもう全然やります。だからさらにあのおかしくなっちゃってバタバタバタモンになっちゃう。ってなって何やってんだろうと思ってなるんですよ。ああ、そうなんだね、はい。